はい、よろしくお願いします、えー。では発表させていただきます。はいえー、ではまず発表の流れですね、えー。この新技術提案はですね、デザインの開発になりますので、まずデザインの話をさせてください。背景としてデザインにおける機能、デザインの要素などを最初に説明させていただいて、その次に、 現状のデザインの問題点を洗い出して、それから新技術の説明に入っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。まず、デザインにおける機能ですが、これは3つの機能に分けられるというふうに考えています。まず、物理的機能。これはいわゆる一般に、ただ機能といった場合にはこれに当たると思いますが、使いやすい。 でですすすとととかか便利ですとか、えー、そういういことになります次に心理的機能。これは通常機能という言い方をおそらくしなくて、えー、作用、心理作用みたいな言い方をすると思いますが、えー、ここでは機能という言い方で揃えておりますので、心理的機能とさせていただいております。それは美しいとかまあ気持ちがいい、使いたくなる、いわゆるデザインって言われた時には、おそらくこの心理的な機能、 形がかっこいい車とか、えー、きれいな色とか、そういうことになろうかと思いますが、えー、実際にはデザインというのは、それも含めて、えー、物理的機能、社会的機能も含まれていると。で、次に社会的機能ですが、えー、これは人の行動を変容させるということが挙げられます。えー、具体的に言いますと、例えば、えー、携帯音楽プレイヤー。 えー、ソニーが開発した、えー、ウォークマンから始まって、今では、えー、とスマートフォンの中に音楽が入っています、えー。そういうことによって、えー、人の行動が変わりました。えー、音楽を持ち歩いて、えー、どこでも聞くことができるというふうに変わった。それと、えー、と例えば、えー、コンピューター技術ですね、えーと。コンピューター技術が発達したことによって、あるいはネットワークが発達したことによって、 今、このようにオンラインで会議やプレゼン,ンテーションができて、その結果として在宅ワークが可能になったり、住むところが自由になったりというふうに、デザインによって社会的に社会が変わっていく、人の行動が変わっていくということがあります。で、持続可能な社会を目指すと書いてありますが、それはこの今回の提案における、とても重要なポイントなので、ここに書かせていただいております。 <laughs> 次にですね、えー、パッケージデザインにおけるデザイン要素ということで、えー、説明させていただきます。えー、とデザインというものは、まあ、大きく分けてグラフィックデザインと製品デザイン、あと最近は情報デザインということもあの挙げられておりますが、それはここでは置いておきます。えー、まずグラフィックデザインですが、えー、これは文字のデザイン、えー、形と色、あとは えー、そのメーカーなりブランドなりの個性やその戦略で、印刷、どういうものにどういうふうに印刷するか、印刷技術ですね、それと情報の階層、情報の階層というのは、例えばこのページでいうと、えー、左上にこのページの説明があり、真ん中に説明があり、えー、ページの中身の説明があり、えー、それから右下にその、えーと、これはどこのものかというような。 えー、説明がある、そういうふうに階層があります。で、このプレゼンテーション自体も、えー、順番やグラフィックが含まれていて、えー、大きな意味ではグラフィックデザインと言えます。えー、それともう一つは製品デザインですが、これは、えー、と立体的なものを作ることが、えー、主になりますので、えー、三次元形状を工夫する、それに対する材料と構造をどうするか、えー、それから えと人が使うものであれば、当然人間工学的にそれはどうかということも入ってきます。で、まあ、機能モデル、えーと、機能するモデルを実際に作って、それを、えー、検証しては、また作り変えて、試作品をたくさん作って検証していくという作業があります。それから最終的には、実際の製品に近いものを作って、操作性の試験、えー、あるいは耐久試験などを行っていく。それで製品になっていくわけです。 パッケージデザインの場合は、グラフィックと製品デザインが統合された機能があるというふうに考えています、えー。開発の流れ、えーまあ、原材料を加工して、えー、箱詰め充填して、配送して、えー、店頭に並び、えー、店頭ではポップといわれる店頭広告をつけて、 消費者に届け、廃棄物として処理すると、でこれ開発の流れで、これのすべてにおいて、そのパッケージデザインが関わってくるというふうに考えております。それともう一つ、えー、と現代では、えー、とサスティナブル、持続可能な社会、えー、循環経済ということが盛んに言われていて、今、これなしでは製造業というのはなかなか成り立たないのではないかというふうに考えております。 えー、原材料から、えー、原材料を取ってきて、デザインして、えー、生産して、流通して、使用して、えー、回収して、理想的には全原材料を使わずにリサイクルして、それをまた製品に持っていくと。ただ、現実には、えー、皆さんご存知のように廃棄物がたくさん出ていて。 えー、この廃棄物をできるだけ減らしていこうということが、今の世界の潮流だろうと思っております。え次にですね、えー、いよいよこの新技術の説明に入りたいと思いますが、えー、デザイン対象のせ選定を、えー、納豆のパッケージ、現状のパッケージ、一番普及しているパッケージですね、えー、それを選定しました。この容器は本発泡シレンシート。 えー、というものでできておりまして、えー、中に仕切りシートというあの透明な薄いプラスチックシートがありますが、そ,れがその素材がポリエチレンでできています。<laughs> まず問題点の抽出として、えー、物理的機能の面の問題点ですね、えー。開封時に手が汚れやすいということがあります、えー。先ほどの薄いシートを剥がすときに手が汚れる。 これはですね、不、え、正、ー、シートが付いていない、えー、蓋にたれもあの一緒にあの、なんていうかな、ついているパッケージもあるにはあるんですが、えー、とこの発泡スチレンシートというのを、えー、と大量に、大量にというか、まああの、使う量を削減していないという点で、根本的な解決にはなっていないということが挙げられます。もう一つ えー、内,容内容量が小さいので、えー、このパッケージの中で混ぜようとすると、ですね、なかなか混ぜにくい、あるいはこう箸がそのパッケージに穴を開けてしまったりということも、えー、と皆さん軽減あ,あろうかと思いますで、えーと。器に移さないと、例えば何かこうトッピングする、ネギを入れたり、あうん、大根おろしを入れたりということもできないような仕様になっていると思います。単なる 入れ物になってますす、えー、心理的機能の面からです、えー、発泡スチロールの容器に食材が入っているということへの違和感ですね。えー、<laughs> 発泡スチロール、えー、納豆というのは、えーとまあ、自然食とか健康食として、えー、高い価値を有しておりますが、 えー、それとそのこの発泡スチロールの容器がどうもマッチしてない、この右上に、えー、と本来あるべきというかね、納豆というのは、あの納豆、わらから、わら,かつつわらで包んで、えー、納豆菌が発酵するものなわけですが、えー、そういうものと比べると、非常に味気ないというふうに思います。それと、開け方に工夫がない、えー、本当に単なる入れ物になっています。 作業になりますね次に、社会的機能ということで、えー、っと発泡スチロール容器のリサイクル、これはです、ね、納豆菌が付着したり、にいが付着したり、要するに汚れが付着すると、まあ、非常に困難、もともと発泡スチロール、リサイクル可能な素材とは言われておりますが、 あの実際には納豆の容器って非常にあのリサイクルは困難です。で、<laughs> えとプラスチックを燃えるゴミとして出すことの罪悪感と書いてあります。これはですね、<laughs> えとまあ、日本では、えー、燃えるゴミという分類がありますがあの、世界的に見たら、その大気汚染の観点から、えー、ゴミを燃やすという国はあの少数です。例えば えー、アメリカなどはほとんどが埋め立てごみですので、こういうものも当然埋め立てごみになります。えー、納豆の容器、この容器、アメリカでも空輸されて、あの日系スーパーに売られてますけれども、あの非常に罪悪感があるんじゃないかなというふうに思います。で、えー、今回の新技術についてですが、えー、動画を見ると分かりやすいので、動画をご覧ください。 えー、このように形が変形して内容量が大きくなって、えー、トッピングの中もなども入れて混ぜることができて、えーえー、ご飯ジャワにそのまま入れ,入れて入れ終わったら元に戻すとそのままゴミとしたあの開け方も非常にこう 心理的な側面からあの形が変わるというところが、ちょっと手品のようで、えーと、非常に開けたくなるようなそういうパッケージになっていると思います。あ次ですね、えーと。改良点です <laughs>、えー。まず物理的機能の面から、えー、先ほど、えー、と紹介しましたように、えー、開封時にペンが汚れないということがあります。 えー、それから、えー、内容積が大きくなるため、他の容器に移す必要がありません。それと,、えー、と心理的、えー、機能の面から、えー、ですが、えーと、風合いのある紙容器でおいしそうに見える。これは、えー、今回の提案は、えーまあ、技術の提案ですので、えー、白を向く白い、えー、無地の紙で、えー、容器を作っておりますが。 この右上に示したように、いろんなテクスチャー、いろんな紙の印刷も可能ですし、これ、グラフィックデザイン、今回は入れてませんが、グラフィックを入れていくことで、いろんなイメージを付与させることができます。それから、開け方に工夫があり、開封作業が楽しいということが挙げられます。 えー、やはり単なるこう入れている容器ではなくて、開けたくなるような、えー、機能があるのではないかというふうに考えています。次に社会的機能、えー、リサイクルや堆肥化の可能性が大きいです。これは紙で作られていますので、堆、え、肥、ー、化という面では、えーまあ、あの紙パルプですね。なので、えー リサイクルも、まあ、汚れがついたりという問題点はあろうかと思いますが、ただ自然素材でありますし、堆肥化という意味では、えー、例えばその稲わら、稲のわらを利用して紙を作れば、もともと稲わらというのは、えー、自然素材だし、えー、紙パルプよ,よりもより一層自然素材自然素材というか、堆、ま、肥、あ、化しやすいことになりますので、可能性が大きいということは言えます。 で先ほども言いましたように、えー、プラスチックを捨てるということの罪悪感から解放されます。えー、それから製造コストの削減ですが、これは、えー、とこのように1枚の紙を折って作られる容器です。なので、えー、と複雑な工程も不要でありますし、えー、不要な、えー、と紙もあのほとんど排出しないと。 えー、製造コストの削減につながっております。次に、えー、と納豆以外に想定される容器ですが、えー、これはですね、えー、と菓子やく水分のないものであれば、えー、当然包装可能です。で、えっ、ー、とお菓子などでも、ここには柿の種が入っておりますが、えーと 大抵はそのプラスチックの袋に入ってますね。えー、そうすると、なかなかそれをこうそこから食べるというのは、なかなかこう抵抗がある、えー。このように器的な形状になれば、えー、と非常にあのパッケージとしても有効なんではないかというふうに考えています。えー、とそれからですね、えー、と水分があるものはなかなか難しい。これはあの、えー、と先ほど。 その折り返す動画がありましたけれども、えー、水分のあるものを入れるとどうしても液漏れがするだろうというふうに思っております。で、実用化に向けた課題です。えっ、ー、とですね。まず材料についてですが、えー、耐水性能、えー、を期待する場合ですが、耐水性のコーティングが必要です。えー これ耐水性のコーティングというのは今、今いろんな材料が、うんえっと、水性のものもありますし、えー、コンポストというか、堆肥化可能なものもありますし、えー、できるだけ石油由来の材料以外のものを検討する必要があろうかと思います。サスティナブルを考慮するためにはですね。次に加工精度ですが、えーっと、今ご紹介したモデルは紙を薄い検討紙を使っていますので、 えと加工精度、それほど気にし,しなくてもあの大丈夫なんですが、若干厚い紙、えーと、例えば牛乳パックのような厚い紙を、えー、織り込んだときには、えー、厚みや、まあ、あの紙の質によって折り目の位置を検討しないと、えー、ちょっと隙間が空く可能性もあるかなというふうに考えています。企、え、業、ー、への期待、えー、ですが まあ今,今までご紹介し,しましたように、えーとまあ、コスト削減っていうのはもちろんです。1、えー、枚の紙から作られるということでもちろんなんですが、えー、それだけではなくて、えー、やはりなかなかその持続可能な社会を目指そうという啓発運動というのは、なかなか限界があるところで、こういうパッケージを出すことで、 あれ今まで使ってたあのプラスチックパッケージって一体何だったんだろうというふうに、人の意識が変わっていきますね。で、開け方もあのすごくこう工夫があるということで、えー、開けたくなる、そういうふうに人の気持ちに寄り添って、えー、意識やえ行動を変容させるというのは、これは一つのデザインの力であります。 えー、それはひいては社会をより良い方向へ変えていく技術なのではないかというふうに考えております。えー、最後に、えーと、知的財産権ですが、えー、発明者は私の名前がヒットになっていますが、実はこれはです、ね、私が行っているパッケージデザインの授業の中で、えー、出てきたもので、以下、1、2、3、4、5名は、えーと、現3年生の学生です。 えー、まあ、あの、その5名と私とでディスカッションしながら、えー、こういうものどうか、ああいうものはどうかと言いながらあの開発したものであります。えー、最後、お問い合わせ先ですね、えー。このようになっております。はい。時間が早いですけど、以上です。